スライム。スライムは本来、ある種の正常を持った物質を大雑把に刺す言葉であった。従って、粘土や泥などの無機物から、生物の分泌する粘液などの有機物、またそれらの複合体など実に、様々なものがスライムと呼ばれる。ここでは、人工的に作られ、玩具や教材として使われているスライムを紹介する。アメリカ合衆国では、 玩具メーカーのマテルにより、1976年から1979年まで出荷され、発売翌年の1977年だけで約1000万個が売れた。日本では1978年、くだオリジナルがマテル社製玩具のスライム状の物質を日本で発売し、同年の報告によれば、小学生を中心に250万個が売れた。 当時、筑田オリジナルの責任者だった和久井武氏によると、ニューヨークのトイショーで見て、インスピレーションで販売を決めたという。国内業者向けの内見会での反応は良くなかったが、発表会の報道やテレビ番組、金曜10時、噂のチャンネル、で使われたことで人気に火がついた。原料の大部分が水であるため、日本での大ブーム時には筑田が製造に、 大量の水を必要としたことで、水道局からクレームが来たという逸話もある。枠井武氏は、実際の製造は、大阪のコルマという化粧品メーカーが担当したが、ブームにより、コルマで使用する水が不足し、スライム専用の水道管を増設したと述べている。この、スライムは、小さなポリバケツを模した容器に収められた、緑色の半固形の物体で、 手にべとつかない程度の適度な粘性と冷たく湿った感触がある。触って遊ぶためだけのおもちゃであったが、それまでにない新鮮な感覚をもたらしたためらいヒットし、後に様々な類似商品も生まれた。そもそもは第二次世界大戦の時にゴムの産地を日本軍に占拠され、ゴム不足となったアメリカで人工的にゴムを作ろうとして生まれたものであった。また、 アメリカで樹脂から化粧品を製造しようとした過程で作られたとの説もある。1985年第8回科学教育国際会議でマイアミ大学の A.M. サーカスが初めて日本に紹介し理科教材として広まった。ポリビニルアルコールは合成のりや洗濯のりの主成分であり直鎖状の高分子である。これが放射を介して過強結合するためゲル化する。 代表的な作り方は以下の通り、放射の4%水溶液を作る。放射は薬局などで目の消毒薬として粉末で入手できる。摂取20度の水に対する溶解度は 4.7g、100g。主成分が PVA の洗濯糊と水を2、3の割合で混ぜ、PVA の4%水溶液を作る。この時、冷水ではなく熱湯を使うと、 次の反応がうまくいきやすい。2を攪拌しながら、1の水溶液を少しずつ混ぜる。手につかなくなるまでよくこねる。でんぷんに水を適量を加えると、液体のように見えて、力が加わると固化する性質を持った、スライム状の物質ができる。これは、ウーブレックと呼ばれ、液体と固体の性質の違いや、非ニュートン流体について説明する、理科教材として使われている。 この名前は、アメリカ合衆国の作家ドクター・スースの童話、不思議なウーベ食べたに登場する、天から降ってきたドロドロの物体にちなんで付けられた。このスライムや、木工用ボンドなどに澱粉と少量の塩を加えて、作られたものは、グラーチとも呼ばれ、やはり教材や玩具として作られる。ありがとうございます。